ちょっと写真撮るし、証拠やね。写真タイム。写真だから、なるべく皆さんの顔に光が当たってる状態で、ちょっと目を差し込んで。あ、いいよ。今暗いモードだから、ちょっと明るいモードしてもらってほしい。前、前、このモードがちょうどいい。狭いところに行きました。全員出演者だから、全員出演者だから、全員出演者だから、修理入りません。これでもやっぱ、いや、行けたりする意味あるのか。あの、いかにも繁盛したみたいな。写真撮影、写真撮影で終わろうか。最後、最後ね、自転車は値札ついてる。あ、値札もういいだろ。一人一言ね。じゃあ何か考えて一人で。別に100じゃなくていいから。もう座って座って座って止まります。これで立体的にいいからね。じゃあ言います。どうぞ。はい、27回、本当に、27の株、素晴らしいじゃないですか。株、株まで、継続してしまった。今回も、無事に終わって、お前は帰れって言われたけど、とっても面白かったです。ありがとうございました。不潔の順です。並んでできました。こんな状態でしたけども、お客様もいらっしゃったし、最後の鳥を取ってくださった素晴らしい役者さんもいらっしゃったし、いつものキネマさんの素敵な演技も見られましたし、天狗を脱いだ事件さんも見られましたし、とても楽しい回でした。同じことを何年も続けていられるという幸せをかみしめております。継続は力だですね。はい、長く続けてこれに参加させていただきたい。まあ、もうさらにですね、精進して今後ですね、何かいいものを作っていけたかなと思います。どうもありがとうございました。はい、ギネマです。今日もありがとうございました。以上。次回はギネマ上半身になります。いや、下半身。あ、そうですか。今ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、私はもっと一言ね。アマビエや。みんなでやれば怖くない。甘エビはみんなで食べると美味しい。あ、それはいいですね。だから、じゃあゲストのお二人。このライブは27回目、本当に継続は力ないで、本当に素晴らしいことだと思いました。今日皆さんとライブを見せていただいて、本当になんかこの1年、コロナでこうずっと沈んで、ね、いた年だったと思うんですけど、なんか来年も頑張ろうっていう、なんかそんな風に思いました。ありがとうございました。新宿の竜宮城を覗いてみたらとんでもないものがあって、ちょっと本当時間がね、ギリギリだったんで、最後ほんとちょっとしか見えなくて残念でした。いや、すまない、次回から先生が締めてくれてなんか良かったよね。私が最後はダメですよ、やっぱり先生みたいな人がいないと。私はね、俳句はね、あれ長くやったりすると、あれが1個だと思うんですね。超ロングの俳句だったと思うんだよ、ずーっと。じゃあ、記念撮影ですか。あ、そう、はい、記念撮影、ほぼだいぶ撮りましたけどね、まあ、じゃあ、最後は、はい、じゃあ、みんな、イエーイ。もう一回いきます。はい、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 OK です。 OK、 はい、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 今日風月の純が着ていたカーディガンは星野純子でした。いいねいいんだと思ってたよ。カメラも写真撮るときね、あなたこの模様がいいねって思ってた。これなかなかセンスがいい。
あとは、あの、二次会でいろいろ、あの、あれが良かった、これが良かった、あれが良かった。健康的な時間に終わって何時？あのもう7時だから予定8時だったんだけど7時に終わってよかったじゃないですか。ね、別に長くやることもないもうたっぷりやったよ。だから最初の方の人短かったからね。佐藤さんこの後残れます。ふうさんと私が長かったよ。この後残れます。はい、じゃあ飲みましょう。次が本番なんですよ。ずっと次が本番。今のはイントロダクションだよ。みんな、冊子持ちましたね、作品賞は。あ、いただきました。そうです。ちょっとなんか、一旦もさ、だから、ここにストックしとくから、皆さん、友達と一緒に、あの作品にくれって言ったら出しますね。はい。俳句の人。すみません、ありがとうございました。そのためにたくさん作ってます。あ、わかりました。ありがとうございました。はい。またどうぞ。またよろしく。また来年も多分、店が潰れてなきゃやる。いや、コロナが続けやばいですよ、それからの。ありがとうございます。コロナが脱却しないと。どこから今スポット消してスポットライト消してます。あの気が楽だけど結構酔いが回りますね。何本も飲んでますよね。あとね、屋上にでっかいテーブルがあるから2人って1人そう2人って1人飲むんです。わしが足首にかかる。屋上のテーブルがあるから乗ってきたり。酒代にお金がかかるよ。だいたい多分ね、僕の嗜好品っていうかお酒とタバコでお金使って、他なんかギャンブルもせんし、なんかね、他金使う洋服もね、そうそう同じです。同じです。けど本当にそれだけ飲めばお金飛んじゃうよ。お酒でお酒やめたら多分すごい金持ちになれる気がする。ですね。貯金できる。水族館。いや水族館の僕風月さんも水族館の。別に水族館やってる。水族館って水族館って劇団とか。あ、それあれなんかあれライブハウスじゃないか。その方が免疫力が高いかもしれない。あんまりやりすぎちゃうと。そう。屋上からね、このテーブルが、あ、すごい。この一人持ってきた、面白いな、お前。ぎっくり腰になると思ったら、大丈夫？まだ、そうね、軟骨とかもね。軟骨？私の屋上にまだ、たっぷりある。軟骨がたっぷり。軟骨が、なかなかなくなるの。軟骨がなくなるからね。そっち？いや、何人数に言うの？27年やってる。そう、お化けだよ。これでこっち君お化けだよ。バイト普通そんなやんないし、大体金属が若いしっていうのがね。金属がなんかめちゃくちゃ冷えた。よく冷えた。
コールドテーブル。佐藤さん、これ今日ね、みんなでたネズミなんでしょ。あ、ゆっくり、あとで。あ、佐藤さんってのはちゃんと、本物佐藤さんだろうね。はい、佐藤さん。あ、分かりやすくいい。エンドアイさん、これちょっとギターしまった方がいいよ。あの、だって今、テーブル入れてるから。今日この接客これがね、これ誰も使わなかったね。私だけ一発売ったの。一発やったよ。スティックか。スティックはこれ用意したよ。ただ、わしが言わなかったけど。まあいいだろ、それはわしが一発言わなきゃ。でもね、ずっと前でやるとこれね、いろんな人が使って面白かったって動画で見たんだよ。寒いよ、やっぱり。温帯的には寒い。なんか寒いですね。寒い。寒くなって暑くなって。暖房切ってんじゃないかしら。なんか節約のためにとか言って。寒いって。まあでも換気扇が効いたら、換気扇が効いたら。そうなんですよね。そうですね。寒いね。外は寒いです。さっきボンボンしてる。着席してくれ。なんか熱あるんじゃないかと思ってちょっと気にしてたけど。大丈夫。コロってるかも。ホテルからね。いいじゃん。すぐすぐしますよ。コロってるかもしれない。ちょっとやってみてえら暑かったんですけど、だんだん涼しくなって。涼しくなって。なんかマイコンなんですよね。なんかちょっとこう調節するかもしれない。ああ、暑くなりすぎたから冷やす。うん。近い人にコロナかかった人います？いないんだよね。私もいない。あの友達の友達とか知り合いの知り合いがねみたいな感じのはいるんですけど。いないですよ。だからあれ、まあでも考えたらね、かかってる人数考えたら、東京だけでも1000万人ぐらい。そう、1100万人ぐらいいるもんね。ね。だから割合でか、それはまあ可能性ありますよ。あんまり会う確率。そう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 。そんな合ってたら怖い。そうなんだよね。先輩たちの中での人数だから。何万人も言うても人の人とかね。なかなか知り合い、直の知り合いでかかったっていう人は、結構遠い知り合いとかはいるんですけど、もう何年も会ってないとか。チャーリーケートつながってるんですね。だってフェイスブックとかつながってるのは見ないですよ、タイムライン出てくる。あ、見ないですよね。まず中にはそう、本当知り合いの知り合いレベルだったら2人ぐらいいたか。チャーリーさんのね、どんな人も出してるかね。もう10年以上昔も出てる。どこまで怖がるの、怖がらなあかんのか。あんまり極端に怖がりすぎてもダメだし、気をつけながら普通に生活するのも一番ですよね。気をつけながら、やっぱ必要ない時には別に外に出ないし、必要がある時は出ますよ。別にだから今の時期にわざとさ、なんかこう外してさ、肩組んで歌ったりはしないけど、それはしないです。それはしないです。そんなないですけどね。でも普通に飯食うぐらいで、ね、静かに、それは今日は出てたの、それは楽で、ここを見てもうちょっとね、天狗のやつ、天狗ない、本当だから、まあいや、天狗は天狗で、でもやってほしいんだけど、仕事柄、医療関係の情報が結構入ってくるけど、結構大変になってきてるらしくて。そうでしょ、ありますよ、最近ちょっとね、なんか一部に集中的に仕事がやめる人も結構多くなっちゃってるらしくて。そうなんだ。これでもあれでしょ、病院自体で言えば結構暇なところはいっぱいあるんですよ。もうあるんですよ、忙しいところがすごい忙しくて。そういうことですよね。医療崩壊って言ってもコロナの中で一部がそうなってしまって。そうですね。ベッド数とかも考えるとホテルに泊まったりとかしてる。重症者が結構今増えてきてるから、そこもちょっと問題みたいなんですけど、軽症の人が増えても大したことないみたいなんですよね。
重症の人が増えると、あの、で、なんていうんでしたっけ、あの、助ける助けない選んでいくやつ。よく、地震の時とかさ、こう、あの、ここに黒とか赤とかさ、なんかバンド巻いて、最優先の人はなんか何色みたいなのあるじゃないですか。あれでなんか、人工呼吸器使える人、使えない人みたいなので選んでいくようになっちゃって、なりつつあるっていうか。その辺に転がってるのね。あと入院した時に最終的にエクモを使いたいですかっていう確認があるっていうふうに今なってる。今日そんなことしてるけど楽しいね。でも重症になると重症になるとすごいな。重症になるとこれ買えばそんな人の家をトントン叩いて開けてもらってね、アンケート取ってるとわざわざこんな時期にそんな仕事してるんで、なんだか悪いような気がしますね。わざわざ開けてもらってね。初めてじゃん。初めて。遠い友達がなった時に検証者に作られたらしいんですけど、でも入院にはなったらしい。最初の方が感染者が少ない大丈夫なんですけど、入院しましたということで、なんでもあって、検証だったらしいんですけど、検証と言っても、インフルエンザの検証じゃねえぞ。インフルエンザの重症の状態が軽症らしいですよ。もう死ぬかと思ったって、熱が長く出てるってことなんですね、高く出て、うん、あと呼吸とか、インフルエンザのきつい版がコロナの軽症みたいな、だから、どうやら、私以外の誰かを、感じやってくれると、皆さんに、無症状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 、だから皆さんの顔色見てさ。そんなんで私できない顔色で。ああ、いた。座っていただいて。あの、こういう人もあるんだよ。はい、あのね、食べ物が1人2000円で、全部いっぱい出します。あとはドリンクは自分で買って飲む。あ、キャッシュオン。キャッシュオン。キャッシュオン。ドリンク、あ、それでいいじゃない。食べ物は、あの、1人2000円って。じゃあ、それでいい。私は営業的に、今、食べ物結構あるし、準備してあるし、たるく出るし、1人2000円。飲み物は飲み物はだから、いっぱい飲む人は自腹でいっぱい飲め。いっぱい、その人いっぱい飲め。とりあえず最低いっぱい飲め。キャバクラの女たち。はい、決まりました。はい、それでは2000円回避出してください。あとは自分で、いや、払ってくださいって。はい、飲み物はキャッシュ。キャッシュも全然いいけど、一緒にキャッシュも一緒。今そういうの結構どこ行ってもらいたい。お料理代は2000円ずつ。そう、1人2000円で、飲み物はキャッシュオンで、個人で買ってください。あの、だから電票でこつけといてもいいんですよ。あとキャッシュでもいいですよ。どっちでもいいですから。じゃあ、じゃあ、じゃあ、お釣りお願いします。いっぱい飲みさ、1万円を預かりました。つけて、つけ逃げしやすいから困る。いっぱい飲みます。はい、あんまりいっぱい飲んだ人はちょっと悪口しますから、たくさん飲んだ人には悪口します。このようにやります。風月さん、この人さん、元子さん、これ払う、まだ払ってくれ。じゃあ、すいません、佐藤さん、そして、はーい、でも、クイズも入れた。はいはい、じゃあ、梅尾君に、じゃじゃーん。食べ物はあるけど、あるから、ドンって出ますか。まあ、どれくらいは後でまだあるかな。ここにいる、クイズで、マヒトさん、動画っていうのは全員分のを撮ったんですか。そうです見たいんですけど、あれ見ることできるんですか。自分の天海さんと風月さんだから、あっちが YouTube ラベするわけですよ。そうですね、うん、そのカメラのモニターで見ることもできるけどね。はい、だから結構そうですか。大変なんかちょっとシルエットが見た感じのコートだな。モモズにしてはなんか派手に。あ、レインコート。あ、じゃあ、あ、コロンボだね。YouTube にアップして、そしたら連絡します。はい、お願いします。
入らぬあのみんなの共同のメッセージでね、はい、そしたら URL を出すみたい、特にあなたも、はい、だから一人一人してる、はい、だからそれまでの大事な仕事なんです、はい、撮影と編集とあって結構決まってます、まあ、それが私のできること。あ、本当ですか、ちょっと待ってくださいね、得意不得意あるから、そうですね、うん、一応、だいたい2000分の1からそうそう、たぶん運動宇宙でいっぱい実は取れました。いや、もしくはちょっと荷物がいいですか。なので、事件さん、佐藤さんに僕、なんか、焼酎でもあり、いっぱい、はいはいはい、いっぱい実は取れました。佐藤さん、手を最初の飲み台の2杯分は、うちらに切ってください。あ、キャッションにすればいいんじゃないか。あ、ちょっと待って、焼酎を、焼酎1本おごるから、僕に入れてくれる。ありがとうございます、素晴らしい。な黒霧島でいい、いいでしょう。あ、あの、黒霧島、ほら、あの、ご存知だと、あ、そう、出入り禁止でしょ。なんかまだ入ってるんだけど、そんな気ないけど、それは私のジョークですよ。じゃあ、じゃあこちらお部屋です。今日天孫降臨です。俺はちょっとお湯が欲しいんだ。いや、お湯で、はい、このことなきゃ来るんだよ。よっぽど他の人に迷惑したとか、あと何杯するとか、それは来るんだって。何杯しかかったけど、失敗しました。外人のモデル、外人のモデル、そんなのもともと無理です。今お祝いじゃせっかく、はい、あと従業員で引き抜きに、そういうのは何いやいや、だから同業者普通にいるんですよ、はい、そういうのないけど、ないね、はい、なんか、どんどんやりたいなって今日ちなみにやったやつ、なんか集中含みを飽きたから、あと余裕入ってる、今日全部やってるのは、今日のやつ、食券なんですか。似たような話があるんですか。ああ、その白パーティーが大体、来週、来週来ればいいんだよ。来週寿司からさ、クリス寿司やってるんだ。その時に、ラジオ、あ、じゃあ来週、あ、夜だって、ちょっと家飲みとか。じゃあ、ちょっと、ここでも来週じゃないですか、皆様。ビビル、はい。今日、札幌と朝日と、札幌は長野、長野。ビールはね、2杯目から100ミリになりますから。それで600円。最初は朝日。朝日で、はい。ビール私が好きだから、私の時計サービスで2杯目100円。自分だからね。グラスお持ちないですか。グラスないです。あ、ね、はい。ありがたいね。ないでしょ。俺と見せる。自分で思う。あ、面白かったなと思う。思うと、うん、ちょっと。まあ、あれ、かなりごちゃになった上にその火の。火あとで、細かい手に言いました。これ、小祝いのようなグラフで、その日のテンションに、例えば、前のネタを持ってきたりとか、ここでバスッとカットしたりとか、お客さんがなんか今こういうノリだからこっちにしようかな、なんか15分じゃあ、私に考えてないかもしれない。私は何即興話とか面白い。さっきコーヒーいっぱい入れてたの。飲んでからちょっと。あれは。飲んでやる。そうだそうだ。十分飲みました。失敗。失敗だった。失敗がない。はいはいはい。はいはい。失敗だから。あんまりだったから。最近やってる。集めてるよ。でもだいたいそのちょっと。まず、小ネタって15分ぐらい、短さのやつ、もう30分、40分ぐらいネタ考えてみんなで、お会いした方がいいですね。
ういう30分の尺の芝居なんだけど、あ、いや、まず10分でやってる。事務作業してもらったって。あ、いや、そうです。先日出しました。私この届きに届きにやるときは、もう変わるやろ。さあさあさあ、あ、大丈夫ですか、モンスター。もう完全にアイヌの申し訳ない。アイヌの正準備。アイヌの正準備。縄文人。縄文人です。あ、ユダヤ人かもね。縄文とユダヤと、あの、縄文とユダヤと、アイノコでしょ、アイノコ。やっぱキルサイユでしょ。あ、キルサイユ一番いいじゃん。一番いい。私なんかもう、外人にモーゼってやりますよ。キルサイユがいないから。モーゼ。モーゼはモーゼって古いでしょ。じゃあ、キルサイユさんちょっと乾杯飲んだとこ。あ、私はモーゼですか。モーゼのモーゼ。モーゼでマジです。それでね、私はすごい、偉い人に乾杯。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 神様、神様。猫様ですよ。猫様、猫様、天狗様なんだよ。人間はバカです。鬼です。鬼畜です。バカ野郎。鬼畜です。あれ、まとめてるよ。鬼畜です。ありがとうございます。ビールもうちょっと飲むのには500円とか払えばいい。あ、ね、缶ビールなくなっちゃったみたいなので、キャッシュオフでビール多分700円から。いや、これ600円じゃん。もうないみたい。あ、売り切れ。いや、缶ビールもう売り切れたの。売り切れた。じゃあ、わしビールを。うん、うん。キャッシュオフだ。200円から100円。キャッシュオフ。キャッシュオフ。キャッシュオフ。何ビール？札幌とか。何でもいいですけど、そうじゃない。これで玉とかさ。キャッシュオフで結局飲んじゃう。そんなにいっぱい飲んじゃう。4000ぐらい。そうですか。ちゃんと4000とか結構高いなと思うけど、キャッシュオンしてるとね、翌日に財布が中身が空かない。だからうちもその手で行こう。キャッシュオンで。いや、めんどくさいからやっちゃうんですよ。それはやっておいて。あ、めんどくさいから飲むのより1日500円しかない。それはやりたい。私もね、それは家賃の問題。あ、そうだね。でもね、500円だと結構みんな飲んじゃう。飲んじゃうね。飲んじゃうよね。飲んじゃう。うちでね、500円やってんのよ。先生の時500円。みんな貧乏っぽいから。この上で貧乏っぽいから。ワンコインちょっと引かれるもんな。あんたはめっちゃ飲むよ。10杯ぐらい飲んじゃってさ、5000円とかになっちゃって。でも、10円だから高くないでしょ。じゃあ、いただきましょうか。お呼べから話は聞いてて、僕も芝居は水族館の時に見てて、合ってると思うんですけど、直接お話ししたことないです。あ、ゆっくり来てる。年末から来てる。